おはようございます。本日はお忙しい中お入りいただきまして誠にありがとうございます。今見代表の万波瑠璃です。本日はハワイ留学オンラインサロン第5回目になりました。現地サポートメンバーも交えて今日も約30分間留学のプロによる情報を皆様にお伝えしていきたいと思います。こちらのサロンではここでしか聞けない現地最新状況やスクール情報のほか、滞在を充実させるレストランやアクティビティなどガイドブックには載っていない情報のご提供を目指して月に1回お届けしています。今回はまずハワイ大学の付属語学学校について、そして親子も可能ホームステイの魅力、おすすめのコスメのほか、特別コンテンツとしてオアフ島でワイキキの反対側にあるノースショアハレイワの魅力を深掘りといった充実のコンテンツでお届けしたいと思います。今回初参加の皆様、コロナ禍の特効についてや弊社のコロナ禍現地サポートにつきましては第1回第2回ビデオをぜひご覧ください。また第3回第4回ビデオなんですが、ともにシステムエラーにつき録画ができなかったんですね。皆様に大変ご迷惑をおかけしています。残念なんですけどもね。はい、そして今日も後半に好評の質問タイムを設けてますので、どんどんお話をしてください。そしてまた Zoom のチャット機能にていつでも質問していただければと思います。おはようございます。現地留学サポートの村井です。本日もよろしくお願いします。小山さん、今日もご参加いただきありがとうございます。同じく、現地のサポートをしておりますエイジでございます。ミキさん、こんにちは。おはようございます。はい、ではまずいつもの通り皆様にハワイの最新状況をご案内します。はい、まずですか。はい、ハワイの感染状況です。ハワイは先日時点で71名の新規感染者となっており、比較的安定していますね。少しここでグラフの見方をおさらいしたいと思います。さまざまなデータがありますが、右下の線グラフをご覧ください。グラフ右上の一番高い推移を示しているのがアメリカ本土です。そして次の赤色で示した矢印がハワイ、その下の青の矢印が東京の推移です。アメリカ本土がどんどん上がってくる時もハワイは日本のカーブに近い推移となっていて、比較的安定していることがお分かりいただけると思います。コロナ禍で観光が大変っていうニュースをご覧になることも多いと思うんですが、実はハワイは確実に回復しているんですね。ご覧いただいているワイキキビーチの写真、去年のロックダウンの頃より増えていますよね。実は日本人はまだ少ないんですけれども、アメリカ本土のお客さんは結構戻ってきています。写真下のグラフのピンクの線が2019年から2020年の観光客推移で、下の紺色が2020年から2021年現在までの同時期の推移です。ピンクの線が右側で大きく落ち込んでいますが、その1年後の同時期、矢印で示した部分が今のハワイの観光客の増加となっています。そうなんですよね。先月皆様にもお伝えしましたけれども、マスコミの情報は正直不安を煽るものが多くて、実際のハワイの状況とかけ離れているなというふうに感じます。現地では観光客が明らかに増えている実感がありまして、さまざまなホテルやショップの営業再開というね、嬉しいニュースが多かったです。今現在であれば、日本人が多すぎず、お店やアクティビティですね、そういったものが元に戻りつつあるので、ハワイを楽しめるいいチャンスだと思います。ハワイへのツアー料金も結構下がっていて、お得な時期になっていますね。はい、ありがとうございます。ただ、ここで一つ重要なアップデートがあります。4月19日からなんですが、帰国前の PCR 検査規定が変更されました。今後厚労省指定のフォームを使用する必要があります。帰国前の PCR 検査ですね。認定クリニックで指定フォーマットの陰性証明取得をされない場合、入国審査が長引いたり入国拒否されてしまう場合もあるということで、この辺は弊社のホームページのコロナ情報ページにもアップデートしますので、短期渡航の場合は注意しておいていただければと思います。なお、お子様1人の場合含めて不安な方は帰国前 PCR 検査サポートっていうのを150ドルでつけられるようにしましたので、ぜひご利用ください。大変な状況ではありますけれども、コロナ禍パッケージとか必要に応じてサポート体制もありますので、安心して行っていただけると思います。さて、
気分を変えて次は語学学校シリーズに行きたいと思います。ハワイの語学学校の中でも今までは私立の語学学校を中心にご紹介してきましたが、第5回目の今回、一味違った大学併設タイプについてご紹介します。まずは大学併設語学学校があるハワイの代表的な州立大学、ハワイ大学マノア校についてお話しします。実は私もここで5年間過ごしました。ハワイ大学の卒業生アラムナイです。はい、ハワイ大学マノア校、マノア校は世界140の国と地域より約1万8000名の学生が学んでいるハワイで最大の州立4年生大学です。10校あるハワイ大学機構の本校という位置づけのキャンパスです。研究機関としても有名で、第二外国語教育研究分野では全米1位、植物バイオテクノロジーによる商品開発研究分野では4位を誇っています。その他医学部には日本から東洋医学の研究にドクターが学びに来られたり、環境を生かした海洋学も有名です。全米はもとより世界各国から学生が集まり、東洋と欧米をつなぐダイバーシティ、多様性に富んだ環境が人気の大学となっています。さて、このハワイ大学には2つの併設語学学校がありまして、ナイスとヘルプと呼ばれています。今日はそのうちの一つ、ナイスについてご紹介しますね。ナイスは会話を中心とするコミュニケーション能力の向上と異文化理解を目的としたコースです。ちなみにヘルプの方は大学進学の準備プログラム的な要素が強くなりますね。ではナイスのプログラムを見ていきましょう。1月、4月、7月、10月にスタートする10週間及び冬と夏に開講する3週間のコースがあります。大学併設の語学学校の特徴としては、今までご紹介した1週間単位の学校と違い、数週間をワンタームとするターム制になっている場合が多いんですね。そのため好きな時期期間で自由に通学を決められるというよりは、タームごとの所定の入学日に渡航入学のタイミングを合わせる必要があります。それでも人気のポイントとしては、大学併設語学学校ではキャンパスライフを体験できることです。日々学業に励む大学生たちと近くで過ごすことで現地の大学生気分を味わえるんですね。またナイス、ヘルプともにハワイ大学の学生との交流時間もプログラムに含まれているんです。私がよく大学併設語学学校をおすすめするのは、日本の大学生が一定期間休学して留学する休学留学や、高卒以上の若者たちの語学留学です。はい、短期間ながら手軽に海外大学の学生気分を味わえる醍醐味が大学付属語学学校の魅力だと思います。ミキさんとこの双葉くんにいいよなと思いながらいつも見ています。はい、またハワイ大学のロケーションなんですが、バスの本数や通学の方法がたくさんあって、地図では分かりづらいんですけれども、利便性が高いこともポイントなんです。その通りですよね。あのワイキキの語学学校も、もちろん素晴らしいんですけども、まあ、ハワイ大学のキャンパス内で学ぶっていうのが人気のポイントです。さまざまな国の留学生と交流できること、広大なキャンパスでね、充実したプログラムを体験すること、ゆったりアクティビティを楽しめることという点で、ね、非常に評価が高いのが UH ハワイ大学ならではないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。さて、それでは次のトピックです。前回までコンドミニアムの情報を中心にお話ししてきましたが、今回はホームステイという選択肢についてご紹介していきます。ホームステイはご存知の通り、現地の一般家庭に宿泊させてもらう滞在スタイルです。実はハワイはホームステイという宿泊形態が他の人気留学先に比べると少ないんですが、その理由の一つは観光地のためコンドミニアムやホテルが充実していること、二つ目は人気観光地として長い歴史の中で短期滞在者が数多く訪れて様々なトラブルを起こした結果、現地の皆さんがホームステイの受け入れに消極的になったっていうことも背景にあるようです。しかし近年はハワイのホームステイも人気が再び上がっています。今見ではより良いホストファミリーの選定やホスト情報アップデートに努めていますので、
皆さんのご要望を聞きながら、しっかりと安心していただけるように手配してまいります。ホームステイのイメージがつかない皆さんも多いかと思いますので、そのポイントやメリットをご紹介します。ホームステイのポイント、一つ目は宿泊可能年齢幅の広さですね。コンドミニアムやホテルはお子様、未成年は利用できませんけれども、ホームステイでしたらホストによって小学生お一人の渡航や中学生高校生の長期留学、長期滞在も可能になります。また親子や大人の方のホームステイというのも実は可能なんですよね。後ほどもう少し触れていきます。ポイント2つ目、食事が含まれることです。慣れない環境で外食したり自炊したりの負担がなく、特に海外滞在開始後すぐの1週間2週間をホームステイにすることで、海外生活開始時の負担が軽減されます。一緒に料理の作り合いなんかしても楽しいんですよね。お蕎麦とか和食を作ってあげると本当に喜ばれます。ポイント3つ目は料金です。ホームステイは手配料が200ドルから300ドル程度、泊数や期間によりますが、1人につき1泊あたり60ドルから80ドル、これ地域によるんですが、約7000円前後といったところでしょうか。親子3人といった形では手頃なコンドミニアムよりも若干高くなることもありますが、食事代を考えると悪くないかもしれません。ママとお子様1人とか、あるいは大人の方1人とか、ちょっと今度では寂しいので、ご家族の中でワイワイ過ごしたいかなっていう時とか、ホストファミリーとの交流を楽しみたい方に向いていると思います。はい、ポイント4つ目です。ご家族から貴重な現地情報がもらえるんですよね。レストランとか日用品、食料品など、現地での生活に必要な情報をホストファミリーから教えてもらえたり、周辺でのお買い物やビーチ、観光スポットなどに連れてってもらえたりするんですよね。プライベートで行こうと思うと、車を借りるか、バスで行くか、そういった形になりますので、ホストの皆さんとお買い物や周辺観光などに行けてしまうのはいいですよね。はい、村井さん、ハワイのホームステイについてお願いします。はい、まあ結構ルリさんが今だいぶおっしゃっていただいたんですけども、まあ私も言いますと、ホームステイはまず食事がついてくることや、まあ、中長期であれば料金的なメリットがありますが、まあ、コンドミニアムやホテル滞在との一番の大きな違いは、まあ、何より現地の方との生活する上での交流ができるということだと思います。まあ、観光とか、今度ホテル生活の留学では見ることのできない実際のハワイの方の過ごし方や生活を垣間見れること、実生活の英会話などで意思が通じ合う喜びなど、まあ、ホームステイ滞在以外の方では体験ができない、まあ、とても充実した過ごし方ができるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ホストとの交流や思い出がその分たくさんできますので、帰国日のお別れの朝にはね、涙が込み上げてしまう方も多くて、ホームステイはそれだけ感動的な経験だなというふうに言えるかと思います。はい、村井さん、ありがとうございます。お別れの日に泣いてしまうという話は本当に留学生たちからよく聞くんですよね。もうすごく感動的なお話です。高校生の長期留学とかでは本当に家族同然になっていくようです。皆さんもね、どこか留学の機会でぜひホームステイもちょっと入れてみるといいかもしれません。はい、それでは続きまして、ハワイでの自分使い用に、またお土産にも重宝するハワイでのコスメ情報に入ります。すでにご存知の方も多いかもしれませんが、ハワイのコスメって日本では手に入りにくかったり、現地の方が安かったりしますよね。人気のショップ数も商品の豊富さも自慢のハワイですが、今回様々なジャンルの中でまずはオーガニックに絞ってご案内します。化粧品っていうのは実に様々なケミカルを加えて作られてしまっているんですよね。これには詳しい方、こだわる方も多いと思いますが、私も商品でも食品でも化粧品でもそうなんですが、添加物をすぐ考える方で、毎日そして長時間使うものほど慎重にならなければといつも思っています。オーガニックですと、有名なものが以前カカアコのお話でご紹介したホールフーズなんですね。ホールフーズはご存知の方も多いと思いますが、オーガニック商品でないと販売できないんです。そこでやっぱり大人気なのがジョンマスターというブランド。このオーガニックコスメのブランドは、
オーガニックであることは当然ですが、どうしても使い心地や効果があんまりといったオーガニック商品も多い中、ここのはすごく使い心地が良くて大人気なんですよね。ものすごい買いだめしてくる方とかいらっしゃいます。フェイシャルやハンドクリーム、リップクリームの保湿効果や、シャンプー、リンスの使い心地などはオーガニックであることを忘れてしまうほどです。私はここのリップクリームをたくさん買ってきてお土産に使っています。結構喜んでいただけると思います。はい、以前はホールフーズのみでの販売でしたが、最近はアラモアナの直営店のほか取り扱うショップが結構増えています。自分使いでもまたお土産にも人気なのでおすすめしたいです。はい。そして続いては、ベルビーと呼ばれるワイキキの有名なコスメショップをご案内します。ここはハワイの地元の化粧品やアメリカ本土のブランド、ヨーロッパからの輸入物などをバリエーション豊かに取り扱うセレクトショップです。ここはおすすめしたいアイテムがありすぎて困るくらいなんですけども、特にハワイって言えば日差しと紫外線がとても強いですよね。やはり紫外線は美容の大敵ということで、おすすめなのがムアシリーズの化粧品です。ハワイで取れるムアって MUA って書きますね。ハワイで取れるノニやハイビスカスエキスを含んだ化粧品のラインで、ハワイの紫外線で受けたダメージやシミが驚くほどなくなります。ハイビスカスエキスはビタミン C の120倍以上の美白効果があるようで、これは相当効果を実感できるんだそうです。小山さん、ぜひ試してください。こちらのショップでおすすめしたいのがもう一つあります。スーパースマイルと呼ばれるホワイトニングの歯磨き粉なんですね。日本の芸能人の方などからも絶大な支持を集めていて、人によっては使った直後に違いがわかる方もいらっしゃるようです。ドテラをね、使われている皆さんは不要かもしれないんですけれども、また情報として聞いておいていただければと思います。ベルビーは他にもサプリをはじめセンスが良いセレクトが多く、立地もワイキキの中心地、ワイキキショッピングプラザにあります。ワイキキ散歩の際にぜひ行ってみてください。そして、お土産でたくさんの方にばらまく際に重宝するお店を一つご紹介しておきます。島の裏側、ノースショアワイルア地区のソープファクトリーというお店なんですけれども、このエリアは昔、サトウキビ作りが盛んでしたが、その工場跡地に作られた手作りの石鹸を売るショップになります。そこのソープがとてもおすすめなんです。こちらのショップ、以前モヤ様で取り上げられて大人気になりました。ハワイのパイナップル、マンゴーといったフルーツ系から、ピカケやプルメリアなどのハワイらしいお花のほか、ハワイ産のコーヒーを使ったソープなど、とにかく地元原産にこだわった原材料を使って、そのファクトリーで手作りされています。またお値段的にも5ドル50からと比較的リーズナブルなんですが、ナチュラルなハワイの天然素材の香りの良さや、自然の保湿成分でお肌に優しいのが特徴です。こちら、ソープの製作過程が見られたり、また結構ユニークなところにショップがあり、観光スポットとしてもおすすめなんですね。ノーシュアにある本店には、買った後に自分で選んだ可愛いデザインのスタンプを押したりできるんですね。ご当地限定感がお土産にプラスできます。ノーシュアにドライブに行かれる際には、ぜひ立ち寄ってみてください。はい。さて、続きましては特別企画のお時間です。このコーナーでは毎回ハワイの魅力にスポットを当てて掘り下げるコーナーになります。今回は前回大好評だったバーチャルツアーの続編としてノースショアのおすすめをローカル感というキーワードでご案内します。ご存知の通り、ワイキキやアラモアナ、空港などがあるホノルルの島の南の海岸、つまりサウスショアに位置するわけですが、ノースショアは島の反対側になります。ホノルルは実は全米で高層ビルの数が第6位の街で、そのビルも年々増えているんですね。現在、オアフ島の全人口のうち6割以上が住んでいるホノルルは、実は結構都会なんです。その島の反対側、ノースショアは非常にゆったりとしています。自然が多くて、人が少なくて、冬は荒々しい波があって、ダイナミックな田舎っていうのがノースショアの魅力です。日常はホノルルに滞在して、
フットワークよくお買い物や復興など忙しく過ごして、たまの週末に直島までドライブで、大自然を味わい、のんびり一日を過ごすっていうのが最高ですよね。はい、では直島に行きたいと思います。出発です。朝ホノルルを出発して一路直島に向かいます。H1 と呼ばれるメインの高速道路に乗って西へ進みます。H1 をずっと走り、パールハーバー、真珠湾ですが、横目にさらに進みます。H2 と呼ばれる北へ向かう高速道路に乗り換えます。今回はメジャーなところはあえて外して、あまりガイドブックに載っていないであろう最新の人気スポットをご紹介します。北へ進む H2 高速に乗り換えると、すぐのところ、画像の下、中央と右下のミリラニレインボートンネルと呼ばれるトンネルがあります。ここは最近インスタポイントとして SNS 上でちょっと話題になっているポイントなんですが、実はオアフ島に住む人々の間でも知っている人はまだ少数のようです。ここでのお写真はハワイ通のお友達にも少しだけ自慢できるかもしれません。個人で行くと車を止めるところだったり、ご近所への配慮だったりが必要になりますので、詳しくは渡航の際に村井さん、英治さんに聞いてみてください。まあ、と言いましてもね、ここは私も最近、なって知ったんですけども、まあ、結構面白い写真の撮り方ができます。インスタグラムの場合、ちょっとした写真の色味や、効果の使い方で、すごい、魅力的な写真が撮れるとのことです。はい、ありがとうございます。さらに進みます、有名なドールプランテーションを過ぎたあたりからパイナップル畑が見え始めますね。皆様ご存知でしょうか。パイナップルは品種にもよりますが、実は収穫できるようになるまで約20ヶ月ほどかかるんですね。土も意外と大事で、水はけのいい弱酸性の土壌が好きなようです。さらに気候としては昼と夜の寒暖差が大事なようですね。ドールがあるワヒアワと呼ばれるエリアがまさにうってつけで、一時はサトウキビに次ぐ島の主要産業になっていました。現在は最盛期ほどではないですが、パイナップル畑に広がる、癒される風景がそこにありますね。はい。ノースショアに行ったら、すぐにハレイワの街中に行かれる方も多いと思うんですけれども、今回もイマミではいつもの観光とちょっと違ったコアな過ごし方をもう一つご紹介します。コスメのコーナーではあまり語れなかったんで、ここでは私からもご紹介させてください。ハレイワのすぐ近くにパーララ会と呼ばれる、まあ、超ローカルなパン屋さんがあります。一説によるとハワイのマラサダの発祥のお店とも言われていて、シンプルな、感じのマラサダが手に入ることができます。他はアップルパイ、デニッシュなど、パンももちろん美味しいんですけれども、まあ、トリックにおすすめなのがスノーパフ。甘さ控えめのカスタードとチョコレートが入ったサクサクの軽めの生地で、まあ、甘いもの好きだと何個でも食べてしまえるんじゃないかなというふうに思います。まあ、話変わりまして、そこからハレイワの町には入らず、ハレイワ小学校の方に向かっていきます。このハレイワ小学校のすぐ裏手近くの公園に、ポハクラナイと呼ばれるですね、パワースポットがあるんですよ。まあ、実はこのエリアは、長い航海の旅を経て、オアフにたどり着いたね、ポリネシアの人々が一番最初に住み始めたところっていう説もあって、結構厳かな空気を感じるそうです。このポハクラナイ、2枚の岩がですね、重なった形なんですけども、近くに行くと結構なね、気を感じるという方も多いようです。まあ、噂によると、プロ野球選手の大谷選手も、訪れたという話を聞いたことがあります。まあ、ご利益があるかもしれませんね。はい、ありがとうございます。ちょっと時間がなくなって、おしゃべり時間がなくなってしまうので、これだけちょっとお伝えしたいんですが、前回ご案内しました、プライベートで、観光にご案内するというか、同行させていただきますっていうプランなんですが、そちらについてご案内しますね。先日ご案内の東回り、ワイマナル方面でも、今回ご紹介の西回り、ハレイワ方面でもなんですが、例えば3名までリムジン車両とドライバーをチャーターしていただくっていう想定です。リムジン4時間チャーター、日本人ドライバーガイドがついて369ドルでいかがでしょうか。そして1時間追加の場合は89ドル、まあ、1万円ぐらいでしょうかね。食べ歩きとかショッピングとかパワースポット巡りとかご希望によって利用していただけると思います。レンタカーで借りても24時間単位なんですが、それだけで借りるだけで2万数千円かかってしまうんですよね。その上で、
運転の不安っていうものが付きまとってきますので、ぜひゆったりドライバーと車をチャーターしてっていうことをやってみてください。ということで、時間少なくなっちゃったんですけども、質問コーナー行きたいと思います。ぜひお話お願いします。もうお待ちかねだったと思うんですが。質問ある方いませんか？門田さんも、ミキさんも質問をあるっておっしゃってましたよね。ミキさん、どうですか？はい。いつも楽しく聞かせてもらってます。村井さんに質問なんですけど、はい、パワースポット、そこすごい行きたいなと思ってて。だけど、駐車場とかありますか？駐車場とか。あります。誰でも。はい。私も行きましたけれども、普通のレンタカーでも車でも行って、まあ、公園内の道沿いに止めるという形なんですけれども、はい。まあ、あまりにも混んでたら、もしかしたらちょっと待たなければいけないと思いますけど、私が何回か行った時には、まあ、難なく止められました。はい。結構いいと思います。はい。あ、そうですか。なんか、治安的には別に危ないところとかではない。そうです。まあ、お昼に行くということであれば、全く問題ないと思いますし、結構車も止まってますんで、はい。はい、問題ないかなというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。レンタカー借りたりとかされるんですよね、やっぱりね。いつもね。そうですね。行ったら、1日か2日はかかります。最近なんか、ホテルの駐車場がすっごい高いので、1日借りたらもう手放すっていうことにして、それを2回ぐらいやったりしてます。なんかあともう一つお伝えしとかないといけないのが、車が結構混んでてないんだそうです、今の状況でっていう感じなので、いつもとはちょっと違って車の確保がしにくいっていうことですね。そうか、そうなんですよね。すいません、みえこさんですよね。はい、ご質問ちょっとチャットを入れてくださってて、すいません。はい。お答えがしきり、こんにちは。こんにちは。すいません。出かける前だからちょっと。みえこさんお二人。すいません。質問チャットで入れてくださってるんですが、ちょっとお返事が間に合ってませんで、すいませんでしたね。ありがとうございます。瀬戸さんももう、あれ、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。なんか、投稿決めていただいた、あれですよね。そうです、そうです。ありがとうございます。はい、すいません、みえこさん、もう一人、門田みえこさん、ご質問ちょっとたくさんいただいていまして、これ、後ほど、また送ります。改めて、書かせていただきますので、ちょっとお時間がなくなってしまいましてですね。そうだね。はい、もう一個、質問、ぜひ、ある方、あれですね、瀬戸さん、お嬢さんですね。あ、そう。こんにちは。瀬戸さんも6月か、こんにちは。フリースクールですね。はい。ハワイ行くね。うん、はい。ケイちゃんとお母さんのタンちゃんとハワイに行きたいんです。楽しみですね、6月からね。ね。写真もできたわ。はい。はい。質問すいません、時間が今日はなくなってしまいましたね。はい、では申し訳ありません。またご質問は改めてお答えしますね、みゆこさん、門田さん、はい、すいません。それでは来月はまた5月29日に予定しております。またあとこんな話がしたいとか、そういったご要望はぜひいただければと思います。また反映させてきて、反映させていけたらと思ってますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。また緊急事態宣言になってしまいましたが、皆さんつまんないですけれども、元気に過ごしてください。では、楽しい週末をお過ごしください。今日はありがとうございました。